明治安田 J2 リーグ第6節。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ、勝負の行方を見守っています。この時間はバジアーノ岡山対金沢、こちらの一戦をお届けいたします。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中、今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。明治安田 J2 リーグ第6節、バジアーノ岡山対金沢。お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか。森山、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。来ましたよ。さあ、そのまま行くのか。自分で行く。シュート、こぼれます。ここはキーパー処理しました。長谷川、久保、スルーパスを出す伊藤。あ、いい展開ですね。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。森山から久保、シュートレンジです。三笘が上げる。あ、止めた。体を張ったプレー、取らないですか、レフリー。久保、裏を狙っていきます。このボールは三笘へ。三笘からの折り返し、シュート。スルーパス、来た、シュート、来た、先制、森山。これでチームに加入して10ゴール目となります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。先制ゴールを決めました。1対0。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。裏を狙う、森山、ブローダー戦のセーブ。いやー、これはナイスセーブ。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。決定機を阻止しました。守備陣クリアの対応です。ここで受けて、ここは間合いを取る。藤田、ここはすぐ奪い返します。渡辺から森山、森山抜いた、シュート、キーパーセーブ。これは素晴らしい反応でした。
いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。さあラストプレーになるのか。前半狙いすましたんですがヘディング決まりません。金沢は3本目のコーナーキック。これはオフサイドです。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半終え1対0。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。金沢としてはよく攻めてる印象がありましたね。シュートも多いですし、ただもう 1,2 点取れてもよかったんじゃないかなとも感じました。取れるときに取っておくことは大事ですからね。明治安田 J2 リーグ第6節ファジアーノ岡山対金沢。金沢が1対0でリード。後半に向かいます。さあ後半スタートです。金沢としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。藤田から浮き球のパース。さあ来たか。仕掛けるか。中上げる。キーパー直接処理しました。中村から森山。リリーから右サイド。折り返す。フローダーセンしっかりと抑えました。The attendance for this match was 72,306. タベイ。柳。もう一つ前に行きたい。浮かせてきます。リリー、この試合アシストを記録しています。さあ左サイドへ。三笘。いい展開ですね。抜けてくる。コーナーキック。金沢はコーナーキック4本目。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。金沢としては追加点が欲しい時間帯なんですけどもね、なかなかフィニッシュまでの形が作れてないんですよね。もっと前線はシュートで終わらないといけませんよね。さあリリークロス入れてどうだ。来た。追加点。さあさらに点差が開いています。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし見事なヘディングでしたよね。
さらに1点を追加し2対0としています。金沢としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど。リリーから森山、スルーパス、この位置でボールを受けます。このマッチアップどうなる、チャンス、どうだこのシュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。岡山はここでベンチが動きます。藤田、金沢はこの残り時間、戦い方としてはどのような手段がベストでしょうか。そうですね、ここに来てリスクを犯す必要はもうないので、時間を稼ぎつつ相手の隙を狙っていけばいいと思いますけどもね。久保、森山、森山が受ける、ボールのこのパス、ここはつながりません。鈴木、末吉、アディショナルタイムは3分という表示です。さあ左へ預けて、シュート、おっとゴールライン終わったところで長い笛、2対0、金沢見事な勝利、素晴らしいゲームになりました。森山見事な活躍でマンオブザマッチに選ばれています。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。金沢としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。明治安田 J2 リーグ第6節、金沢勝ち点3を積み上げたゲームでした。